さあ皆さんお疲れ様です。さあ今回のゴルフ動画なんですけども、はい、今回は、はい、私遠藤とそして大西ライオンの吉本最強組シリーズでございます。ありがとうございます。最強タッグでやってます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回のゲストすごいよ。いやちょっとびっくりしてるんですけど、そんなん読んでいいんですか。世界の人が来ました。いや本当ですよ。いやすごいよ。はい、もう読みましょう。紹介しましょう、ね、お願いします。さあこの方でございます。はい、小平智プロでございます。よろしくお願いします。すごい。よろしくお願いします。いや、何してるんですか。いきなり大物すぎますよ。ほんまやな、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやよろしくお願いします。私ゾゾ見に行きました。あ、そうなんや。そうなんですよ。ありがとうございます。もう飛ぶ。いや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 、ただ一、ね、一ホール目見てたんですよ、はい、僕、うん、4日目の、はい、こんな言うたらあかんけど、4パットやったんですよ。もう心がもう引き裂かれて。これで言ったら、この間の日本オープンでしたっけ、はいはい、最終日、はい、トリどうしたんですか。4ホールで7つ落とした。そうそ そうびっくりした。でも本当にその巻き返しがすごかったんですけど、日本でもさ、メジャー3勝されて、ほんでもう日本人で今5人ぐらいしかいないですか。5人だけですね、アメリカで勝ちました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当はね、はい、あの小賀美穂プロも今、うん、そちらにおられるんですけど、いらっしゃいます。あ、じゃあちょっとここで、あ、そうですね、ちょっとだけ、はい、今日はね、これご夫婦、はい、あ、仲いいの、あ、仲いい。ご夫婦と対決させてもらおうと思ったんですけども、はい、ちょっと、はい、小賀プロの方が若干今、ね、はい、ぎっくりだよ。ぎっくりだよ。ちょっとぎっくりしちゃってるんで。びっくりだよと。ぎっくりしちゃってるんで。ぎっくりこそなんですね、はい、今回は、小平プロ VS 我々2人ということで、それでもでルールは、はい、我々はもちろん前から、はい、でプロはもちろん後ろからということで、はい、今回選ばせてもらったのが我々の聖地、はい、第1番。ありがとうございます。これは大きなハンデですね。はい、初めて回ります。そうですよね。で変な話も時間もなくて、あの、はい、パターも何も転がしてないそんな状態でございますけど、今回ポイント制で、あ、はい、バーディーは3点、はい、パーは2点、はい、でボギーは我々は1点おで、もちろんプロは0点、はい、そうですね。まあ、ボギー言ったらマイナス1でもいいぐらいかもしれない。そうです、ね、それだけでいいんですか。それだけでいいんですか。やらないからって。うちのサトシ。うちの世界のサトシやからね。そうですね。で、我々はベストボールを採用させていただくということで。じゃあ2人とも打つってことですね。はい、はい、というわけで一つよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ココリコ遠藤の変な形。いやもう全然ちゃうわ。すごいっすね。いやーだってさ、はい、もう今日時間なかったからさ、もうほんま何にもしてないんや、はいはい、今軽く一発見ただけでバンモリ入っちゃった。もう無理だよ。やばいっすよ。はい、お願いします。おー、ちょっと左、立てて、我慢、出てこい、心配ないさー。ちょっと、すみません、声がガラガラでごめんなさい。さっき朝起きたんです。ちょっと俺、左曲げたら頼むわ。 OK です。イエス、よいしょー。ダウン、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 ダウン。Yes, yes, yes, yes. Down, 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 down. 心配だな。Down. 心配だ。いやー、さすがやね。いやもやも。本当にゾゾの一ホール目、一番飛んでたんですよ。その一人一発目でしたね。そうですね。はい。4日目は。ゴリゴリの外人さんと回ったんですけど、はいはい、それより飛んでましたよ、ね。そうなんですよ。だって身長はそんな大きくないですもんね。そうですね、170ちょいなんです。ですよね。すごいっすよ。ベストボールを採用してライオンのボールでいきます。はい、池まで150ぐらいなんで刻みます。はい、9番アイアンで。ナイス。ナイス。これ
刻みが成功したから狙った方がいいんじゃないですか。ってことなんですよね。そうなっちゃいますよね。ただあの刻みも成功じゃないかも。はい、意外と行ったら次こういうところの可能性も。傾斜が。ですか。もうちょっと入れもがって。うわやばい左。すいません。木の左行け。木の左行け。もうちょい。真後ろ。いや真後ろ。いやいやもうすみませんね。いや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 本当に小さい頃からテレビで見せたお二人なんで緊張します。そんなことないでしょ。そんなことはね、そんな年変わんないでしょ。いや変わらんこともないか。俺も50やからね。32です。32。ああだいぶ変わる。これ何ヤードですか。230です。230で、あ奥様がキャディーで贅沢なキャディーやな。3番アイアンで230ヤード3番アイアン。うわーうまっ。曲げてきた、ちゃんと。マジか。おちょっと、あーいやーでも花道ですね。はい、はい、はー確実にバーディーです。相手これでもさ、つけときゃ面白いよな。そうですね。乗ってたらもう OK。 これ落ちないけど。うまーい。うまーい。めちゃくちゃうまい。うまーい。うまーい。完璧。すごい。すごい。このライからすごい。うまーい。よし。よしよしよし。すごいな。ありがとうございます。いや完全にダフって池のイメージしか。本当でしょ。俺もそのイメージがもうプンプンしてたけど。すごい。これもうまい。ゴー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 。ちょっと弱いかな。ゴー。あーオッケーオッケーオッケー。全然問題なしです。はい。ナイスナイス。うめえ。あ、いい感じ。うまい。あ、うまい。切れないな。ナイスタッチ。ナイスタッチ。ありがとうございます。いい心地で。はい。ありがとうございます。パー、パーは確定。すいません。惜しいねー、はい、確かに。しかもこの前までめっちゃ速いところやってました。めちゃくちゃ速いところ。この前まで届いた鳴らしの、はい、まあ倍から違うけど、ね、倍は違うでしょ。うわー、ありがとうございます。いやー、やばい。ありがとうございます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 。です。お上手。上手い人にも。関係ない。しかも距離は下りなんで良かったです。なるほどね。はい。普段いつもレギュラーから今日プロと一緒やから後ろとこんな景色なんですね。まや。初めて見た。プロは400ヤード。はい。かーすごいな。すげーな。小平さん、どこまで行った？これ実は私ドライバー変えたんですよ。あ、実は私もなんですよ。あ、はい、エピックマックス LS、 しかもあのスピーダー NX、 あの女子には大流行りの、はい、流行ってます。なるほど、はい、私はこの間テイラーさんの番組で、ええ、ちょっとこれを、はい、自分が思ってるより捕まるんですよ、これ。あ、いいですね。うまーい。ナイスショー。完璧。ほんまや。うまーい。ナイスショー。いや、完璧。ほんまや。あたす。よしよし、頼むぞ、これからも。オーライオーライオーライ、大
丈夫大丈夫、問題ないです全く。ここも、ちょっと私のボールを選択します。プロに測っていただいて146ヤード146。はい、8番アイアンでいきます。わあ、やっちゃったよバカだれ、何してんの。うわー、やり直したいドローフェン。キック、キック、キック。ああ、キックしてきた。オッケー、オッケー、オッケー。いや、大丈夫、大丈夫。全然問題ないです。いいだった。126ヤード。ピッチングです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし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 。男子プロのスイングとか弾道を見るとすごいけど、素人からしたら参考にならないよね。もう違いすぎてね。だから本当に、ね、女子のプロの方と回る機会が結構あったりすると、うん、なんとなくこう真似してみようと思うけど、もうあそこまでのレベルになるともう真似できないでしょ。美穂は2人とも普通に70代で回ってくるって言うんですよ。すごいですよ。たまにしかないですよ。いやいや、3打目いきます。60度ウェッジです。うまい、うまい、おー、ナイス、ナイスです。ありがとうございます。うまい、これうまい、助かる。5、5、5、5、5、あー、優しかった、すいません。じゃあ、待ちでいいです。わー、しっかり打ってる、ナイス、ナイス、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。オッケー、パー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 、よし、全部エンドさん、ありがとうございます。2対2。1個バーディー取ればね、分かんないです。いや、ほんまほんま、何があるか分からへんからね。さあ、というわけで、はい、僕の方のチャンネルは、ここまで、はい、バーディーパーの5点、はい、我々がパーパーの4点ということで、はい、一旦ここで終了しまして、はい、次の3番ホール、4番ホールはライオンくんの方のチャンネル、はい、ゴルパイナイさんに、はい、ぜひ続きご覧ください。お願いします。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。